はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の条件付き確率丸1をお送りします。で、これ前回の確率の動画から連続で見ていただいている方はもしかしたらちょっと若干ね雰囲気が変わってるのをね印象を受けるかもしれないんですが、確率前回で終わったという話をしたんですけど、今1年以上経っていて、あれからで、あの条件付き確率っていうタイトルでちょっと取ってもらえませんかっていうリクエストがねこの1年多かったので、まあ、少しね遅くなってしまったんですが、付け足しで何本か取っていきます。で、そのスタートですね。で、今回条件付き確率最初なのでポイントがあります。それを含めて全部で3問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと分かんないのがあれば今からね自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず条件付き確率って何っていうとこから掴んでもらえるとありがたいんですけど、事象 A が起こった時に事象 B が起こる確率を A が起こった時の B の条件付き確率 PAB、 こういう書き方するんですけど、といって公式があると。で、これですね、じゃあ先にあっち書いちゃうか、公式からね。で、これ分数なんですが、下が PA です。これは A が起こる確率です。で、分子が P の A かつ B だね。つまり A と B が両方、ね、ちゃんと数だから両方起こる確率が分子に来るっていう、これが公式になります。で、後でちょっと書きますけど、3番の時かに書きますけど、あれの変形した形もよく使うんで、まあ、それもね一緒に覚えてもらえたらと思うんですが、まず何っていうね、この文章を読んだだけでねピンとくる方はそれでいいんですけど、これ A と B っていう事象があるじゃないですか。例えば3番くじを使うんで、まあ、くじで説明していくと、じゃあ A が、 A 君が当たりを引くだと思ってください。こっち、これが事象 A ね。で、事象 B はじゃあ B 君が外れを引くだと思ってください。で、これよく間違いがちなのが、 A が起こった時に B が起こるっていうのが条件付きだから、じゃあ A が当たりを引いた時に B が外れを引く確率って考えると、これが条件付きかと思う。これ違うんですよ。 A が当たりを引いた時に B が外れを引くっていうのは、結局 A が当たりを引くっていうことと B が外れを引くっていうことが、かつ両方起こってるので、これになります。それは P の A かつ B。そうではなくて、これ問題やりながらね、しっくり来るように説明しようと思うんですが、A が当たりを引きましたっていう、その結果が起こった上で、じゃあこの B が外れを引く確率っていくつなのっていう、こっちが条件付き確率です。ここややこしいですね、非常に。これ3番でスッキリさせるように頑張りますんで。いいかな。で、まず、まあ、それに行く前に2番、もうシンプルにあの公式使うパターンね。事象 AB について PA が出てます、 PA かつ B が出てます、じゃあ PAB 求めようって言って代入するだけじゃんみたいな感じでやってもらえばいい。まず2番はね、なので PAB ですね、求めて、あの公式だからね、 0.3 が分母、 0.2 が分子に入れればいいから、 0.3 分の 0.2、 両辺でね上と下ね10かければいいから、3分の2となって終了となります。で、3番いくんですけど、これですね、ちょっと時間に余裕がある方で、ある方はねお願いしたいんだけど、この動画の2つ前の動画に、確率丸9くじ編っていう、まあ、くじのね問題を取り上げた動画があるんですけど、条件付き確率もともと取らなかった理由が、そこでねちょっとやってるんですよ、似たような問題を。だから、いっかなと思って撮ってなかったんですが、まあ、今撮ってるけどね、今はね。で、その2個前の動画の問題が、今回当たりくじ4本で、まあ、10本のくじからやっていくんだけど、2個前の動画は当たりくじ3本で一応問題を作ったのね。で、その時に、その A と B が順番に1本ずつ引くと。で、今回は1人が引いてるんですけど、1本ずつ引いてるんで、条件同じなんですね。当たりの数が違うだけで。で、その動画、2個前の動画の丸2番が、B だけが当たる確率っていうのをやったんです。で、B だけが当たるっていうことは、1人目の A が外れて、2人目の B が当たる確率じゃないですか。で、今回も、
1本目が外れて2本目が当たる確率なんて同じなんですよ。当たりくじの数は違いますけど。でその時に条件付き確率っていう言葉出してないんですけど、解き方は説明してるので、まあいいかなと思ったんですね。でもしよかったらそっちの動画もチェックしてもらって、この問題3番に関してはその2個前の動画の方が多分分かりやすいです。シンプルで、あの今までね、いろんな生徒教えてきましたけど、飲み込みが やりやすい。でも今回はあえて今このね、条件付き確率を使ってるから、あの公式で解きます。ちゃんと無理やり持っていくからね。なんでこの解き方とその2個前の動画の解き方、まあそこもちょっと説明しようと思いますけど、なんでまあその両方をね、まあなんだろう、汲み取ってもらうじゃないですけど、まあかん、なんだろう、聞いてもらえたらと思います。で前置き長くなりましたが、まあ、当たりくじ4本を含む10本のくじから引くと。で1本目が外れて2本目が当たる確率を求めよう。あ、これは条件付き確率これかって思うんですけど、さっきも言ったように結局1本目が外れるっていうことと2本目が当たる確率っていう同時に両方起こってる確率を出してるので、今回求めたいのはこの分子ね、これを求めたいの、これじゃない。だからあれを変形するっていう話をさっきしましたけど、これね、両辺に PA をかけます。 PA、 そうするとこっちは約分で消えるし、こっち PA かけるので、あれの変形が A かつ B イコール、まあ順番どっちでもいいですけどね、 PA かける条件付き確率の PAB っていう、これもわりかし使えます。まああれ変形しただけだからね、まあこっちを覚えてもらえたらいいと思いますけど。で今回出したいのはこれなんです。1本目が外れるっていうことと2本目が当たるっていうのは、かつ同時に起こるっていう確率だからね。じゃあこれとこれをそれぞれ出していこうって考えてください。でやっていくと、まず PA っていうのは、今 A はこっちね、1本目が外れるっていうのが A で、2本目が当たるっていうのが B になります。で、もう今 PA に関しては B も関係ないので、1本目が外れる確率いくつって、で1本目は先に引いてるから、単純に10本の中から外れを引くのは外れ6本でしょ、だから10分の6じゃないですか。でまあ約分しちゃいますけど、だから PA は5分の3なんです。単純に外れを引くっていう。でやってきたのがこれ PAB です。でこれですね、あのさっきも言ったように、A っていう結果が起こった状態で B が起こる確率なんです。条件付きっていうのは。で、今、その難しく言ってると、何って感じがするんですけど、単純にも B の確率を出したいんで、2本目が当たる確率なんです。ただ、A っていう条件がくっつく。で、A の条件は何かっていうと、1本目が外れを引いてますよっていう結果を含めてほしい。で、何が言いたいか。外れ引いてるでしょ?くじが1本減って、外れくじが1本減ってますよって、もう引いてるからっていう。で、その上で2本目が当たる確率。だから、9本の中から、当たりは減ってないんで、9本の中から当たりを引くから4じゃないですか。で、この式って、そのね、2個前の動画の時もやったんですよ。A が外れを引くのはいくつって。で、B が当たるのは1本減ってるよね。だからこれじゃんって。式同じなんです、結局。やってることは。そう。ただ、ちょっと説明の仕方、アプローチの仕方が違うだけであって。で、あとこれ、約分すると、これ、9と3がね、約分できるんで、15分の4かな。で、これで終了となります。ね、この下のこの空き具合、ひどいですけど。そう、なんか今回は無理やりね、ちょっとこの公式をちゃんと使ってほしいと、まあ、感じてほしいっていうのもあって、この問題を意図的に入れました。で、正直、まあ、何度もね、言ってますけど、このくじの問題に関しては、ここと、ここが多分若干ややこしいです。1本目が外れて2本目が当たる。これは同時に起こる確率を出しているので、こっちです。かつなんで。A かつ B の方だね。で、PAB っていうのは、A が、もう、っていう結果が起こってる。A が外れを引いちゃいましたよ。くじ減ってますよ。外れくじ減ってますよっていう。その条件がくっついた上で B、2本目が当たる確率いくつっていう、そこをちょっと分けて考えてもらえると嬉しいです。でもね、ちょっと長くなりますけど、
じゃあそれだったらもうね、さっき言ったように2本目、あと2本前の動画のやり方でええやんっていう感じがするわけですよ。で、それをじゃあこの公式使わないときついっすよねっていうのを次回以降の条件付き確率の動画でねやっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ちょっとね締め方間違えましたけど、じゃあ今回はね、高校数学数 A の条件付き確率丸1をお送りさせていただきました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はね、さっきも言ったように、じゃあこの公式使って違うタイプの問題解いていこうという動画をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。